このチャンネルは、ロコネコの魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画はスコティッシュフォールドとブリティッシュショートヘアに似た猫たちに怒られる猫兄さんということでですね、このハチワレ猫ちゃんがですね、ハイジちゃんって言いますよ、ブリティッシュショートヘア似てるかなと思うんですけれどもね、この子はなかなか気性が荒いと言いますか、人が嫌いなんですよね。お尻くんくんに言われておりますけれどもね、猫ちゃんも嫌いだったはずですよ。ちょっと毛が逆立ってるかなという気もするんですけれども、最近はねちょっとマシになってきたかなと思うんですよね。以前だったらお部屋の真ん中には来れなかったですからね、猫ちゃんが嫌いすぎてね。今日はねハイジちゃんに怒られるかなとも思うんですけれども、撫でるとね猫パンチとか飛んでくる子なんですよね。普段はねバックヤードに隠れてることが多いんで、出てくるとこうやってね探検してるんですけれども、撫でようとするとね逃げられちゃいましたね。ちょっとね小走りでねどっか行っちゃいましたけれども、撫でさせてくれるかな。あ、猫パンチ来ましたよね。これですよ、捕まれておりますけれども、これでもねまだマシな方なんですけれどもね。でずっと撫でているとねペロってしてくれたりとかはするんですけれども、ちょっとね今日はね機嫌が悪いみたいですね。ジャンプする？ジャンプしましたね。受付なんですけれどもね、ここをね探索しておりますけれども、あ、またちょっと怒られた。あ、怒られちゃいましたね今ね、思いっきりね。戻ってきてはくれたんですけれども、あんまね触られへんやろな。反応早いでしょ。ダメなんですよ。あ、バックヤードに帰っちゃうかな。この奥っていうのはトイレなんですけれどもね、やっぱ中入っちゃいましたよね。それではですね、もう一匹、こちらはねスコティッシュフォールドのイクラちゃんですよ。この子も怒るんですけれども、最近はねだいぶ丸くなってきたかなと思うんですけれども、実はねイクラちゃんこの日ねかなり機嫌が悪かったんですよ。最初はね撫でてて気持ちよさそうにしてたんですけれどもね、眠たかったかな。あ、噛んだね、噛んじゃいましたね今ね。大丈夫かな。あ、なんか尻尾パタパタしてきたな。あ、シャーされちゃいました。怒られるなこれは。イクラちゃんね13歳とね、こちらのお店の最年長なんですけれども、意外とおもちゃで遊んでくれるんですよ、ね、ちょいちょいしてるね顔が可愛いでしょう。すごくねベビーフェイスなんですよね。可愛い。カミカミすんな、こう見上げる顔がたまらんな。うん、ちょい、うん、いいですね。両手で掴もうとしてますよ。こちらは棒だけなんですけれどもね、棒だけでも遊んでくれてるっていいですよね。見つめてる顔がね可愛いんですけれども、あ、もうちょっと移動しちゃったかな。移動しちゃうなこれは。他の猫ちゃんふんふんに寄っておりますけれども、以前はね猫嫌いだったんですけれどもね。さあどこ行くのか、遊んでくれへん。もあ、おやつあげてる子がいてますね。お子さんなんですけれどもね、いろんな子におやつあげておりましたけれども、イクラちゃんも欲しいかな、ひょっとしたら。お、イクラちゃんもらってますね、よかったね。今回のお店は新大阪付近阪急 JR 淡路駅近くにある保護猫カフェ森の猫屋さんです。ハイジさんね、猫パンチ飛んでおりますけれども、ガウガウ言うておりますよ。そうなんですよ、この日ねすごい機嫌が悪くてね、ガウガウ星人になっておりました。めっちゃ噛んでるやん。痛くはないんですけれどもね、逃げられちゃうんですよ。普段もっとさせてくれるんですけれども、イクラちゃんはまだ戻っておりましたよ。でフンフンとは匂ってくれるんですけれどもね、今度は撫でさせてほしいな。結構普段撫でさせてくれるんですけれどもね、肉球ツンツンだ。固まっておりますけれども、あ、気持ちよさそうな顔するけど、噛もうとしたね今。あー、イクラちゃんこれ以上無理かな。なんかちょっと警戒してる感じありますよね。ギャー言うた、わかんな。でも遊んでくれるやん、いい子やんか。怒ってても遊んでくれるでね。あ、
今回は早いな。遊ぶんがねすぐ終わっちゃいましたけれども、もう遊べへんかな。どうでしょうか。あ、立ち上がった。これかわいいやんか。ねえ、イクラちゃんってほんとかわいいんですよね。甘えられるようになったらもう本当に癒しの子ですよ、イクラちゃんって。すごいおっとりしてるんですけど、歩き方がちょっとおかしいかな。スコティッシュフォールドの垂れ耳ということでね、関節痛になる子が多いんですけれどもね、まあひょっとしたらそうかなと思うんですけれども、あ、中に入っちゃいましたね。ちょっとね今は眠たかったんでしょうね。残念。怒るよね、撫でたらギャーだね今ね。これでやったらダメだということで、ハイジちゃんと遊んでみようか。ハイジちゃんも結構おもちゃで遊んでくれる子なんですよ。ちょいちょいしてますよね、立ち上がってね。かわいいやんか。で、ハイジちゃんね、猫嫌いということで、バックヤードだったらおそらくね、甘えてくれるんかなって思うんですよね。ということで、一人っ子だったら甘えたさんになるかもしれないですよ。これだけ可愛い子ですからね、ちょっともったいないなと思うんですよ。年齢も4歳から6歳ぐらいということで、もう人慣れした瞬間ね、ハイジちゃんは里親さん決まるかなと思うんですよね。個室があったらね、ひょっとしたら甘えられるようになるかもしれないんですけれどもね、まあ頑張ってハイジちゃん慣れてほしいなと思うんですよ。もう丸顔でめちゃくちゃ可愛いでしょ、ハイジちゃんね。でガウガウ言うのもね、猫兄さん結構好きなんですけれどもね。あ、猫パンチしちゃったな。で多分ね、多頭飼育は難しいなとは思いますからね。周り気にしなかったらいいんですけれどもね、本当はね。さあイクラちゃん行きますよ。ちょっと落ち着いたかな。落ち着いてほしいな。可愛い顔してる。もう全然13歳に見えないですよね、イクラちゃんってね。あ、いい顔してる。あ、可愛いやんか、本当に。そう、こういう顔ができるんですよ、ね、いいでしょう。気持ちいいですか、顎の下。あ、怒った。今日はすぐ怒るな。以前ここまで怒らなかった気がするんですけれどもね。それでもね、撫でさせてくれてるでしょ。ほんと可愛い。ちょっとね、おもちゃで遊んでいこうかな。もうちょっと遊んでほしいな。羽のおもちゃどう、この羽のおもちゃ。遊ばない。あれ、もう遊ばへんかな。あ、ちょっと興味持ってきたかな。まあイクラちゃんね、大人猫ということでエンジンかかるのは本当にゆっくりですからね。あ、じゃあ、いいじゃないですか、これ両手で掴む感じね。かわいいやん。両手で掴むのね、猫兄さん大好きなんですよね。イクラちゃん眠たい時は怒ったりもしますけれども、こんな感じでいっぱい遊んでくれる子ですのでね、たくさんの人と遊んでほしいな。皆様いかがだったでしょうか。イクラちゃんもハジちゃんもとっても可愛かったですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェ森の猫屋さんでした。